そういろんな種類があるみたい。でもそんなことやっぱり特段タバコってのはあんま良くないよ、体にいい影響。まあ そういやさ、タバコで思い出したんだけども、この前な、奥さんとあのいわゆる家族風呂みたいなのに行ったんだよ。まあ一人の家族風呂、そう、これだな、ものすごいんだよ家族風呂。ちょっとごめんな、これ大体こんな感じでここドアあるんだって。ドアでこうやって入るだろう。そしたらここに和室があるんだって。そう、家族風呂っていうのは言うたら貸切温泉みたいなもんなんで、この和室があってな、これ和室だ、まあこんなどうでもいいんだけど和室があります。でこっちに行くと、まあいわゆるこう脱衣所だ。で脱衣所こっちに温泉があるんだ。まずでこれ当然家族風呂が誰ももらえん。まあすごいなと思ってね、今時こんな、まあ今やっぱこのねご時世だからね、もうこんなもめちゃくちゃいいなと思ってね、あの大体福岡のね上ラインはちょっと焦っちゃったんだけど、あれちょっともう一回行きたいなと思ってね。っていうか何の話をした、ごめんなさいこんなものどうだよな、ごめんなさい、これそうそう、でこうもあったんだけども、と何の話をしたんだっけ、ガーとガンガン、それタバコですね。そう、タバコってのはダメですよっていう、まあ簡単に言ったらそういうことだ、タバコはダメですよ、まあそういうことを覚えておけばまあいいのかなって思います。オーケーさん。